さあ、ライトがあってもこの試合が最終試合、京都2024の決勝優勝を決めるこの大事な一戦で、マヨラーが選択してくるのは K' ハイドロンネームです。それに対してレーティストースター翔平の達也、クーラーケラシネームスター変わらず武田主導から避けて K' クーラー差し込んでくるのはマヨラー、クリティカルです。レーティまずは全然倒れてしまいたい。乗っかってみた達也の方だ。レースピンが下がって、ファーストアタックは達也。ジャンプし、MB から上がって、レースは徐々に見ている。さあ、完璧なゲームメイクで、先頭戦を制したのは達也。体力は10割。さあ、ゲージがないハイドレン、この対戦いけるのか。さあ、全体ですね、連勝していく、全体する、まだ現在使いでもない。さあ、お構いなしに立つようなクーラーが前に出る、ゲージを使ってもいいけど、その後もうないんでしょと、言わんばかり、見てみて。確実にというところで勝負が当たる。まずはクーラーを止めておきたいが、ゲージに乏しい。投げ外してる、勝利を取ってる。さあ、ここに来てこのゲームで安定したこの立ち回りで、先頭クーラーほぼ体力を残した状態で大将戦。さあ、それを引きずってねえのし、ゲージが早くないぞ。発動、そんなに出るんだ。さあ、発動したこの恩恵がどこに出てくるのか。勝利落として、ダーキャッシュします。ゲージがないぞ。投げている、マヨラー後がない。なお取る。さあ、ここは取られるともう取れない。さあ、完璧なゲームメイクで危なげなく立つや一勝。何も起こらなかったんですけど、どうなんすかこれ。決勝でスコア出陣、そういうことじゃない。いやいやいや、もう勝ったら全員ちゃんとやってください。二人さあ、二人ともそれらしくれないようにするどさむいチームのこの二人。さあ、それに対して選択していったらかすみ、ジャックを落としてスタンドで押し込んでいく。さあ、上にかぶっているのはやはりクーラーの方だ。さあ、これおいしい。さあ、だが体力に押しているのはクーラーの方だ。相変わらずさあ、ゲームを解除して、さあ、スタンドで押し込んでいく。スリーアップ押さない。なるほどなるほど、エンディショル。これクーラー強いっすね。ほとんどのキャラの中ジャンプの前よりもレイスピンの前がでかいんで、そこで前をコントロールできるというのが非常に強そうですね、はい。エンディとブレストレーシング、おっと、これはしようとしておいしいぞ。さあ、ゲージがよろしい、ダメージ優先。グラサン投げて、ホスラン。
ガンバットガンバットしガーベンから高橋選手を通して全体許さない。結果ね、右スパイクやってやって中堅戦へ強気の選択肢。さあ、K ラッシュの東大戦、日本で最も高い程度の後ろに見えた選択肢が逃げたところは見逃さない。さあ、おいしいぞ、当たっている。ルアさん投げて一気に体力を持っていってるのは M ラッシュ。最近好きだったところでジャンプし当たってる。さあ、大きすぎるこの大将。 M ラッシュ優勝に王手。さあ、だが先ほどからこのキングのゲームメイクで引っ張り出してきたスコア楽しい。さあ、右にさあ投げるに合わせてからの流れ足できないぞ。決まってしまった。よし、投げ返す。さあ、大丈夫。ここで投げ苦しい状況で残すか。あ、インが離れ、しゃがんでいた、M ラッシュ R。 さあ、そしてアルティメットマスターが優勝になります。おめでとうございます。